とことんやり込む、どうも、ナオチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。28回とちょっと微妙な回数ですね。1階に入りましたら、エンチャントを入れてください。凶暴化ですね。発動率は悪いんだけども、発動すればラッキーという感じです。で、ここ1階から、クリーパーとリープリーフと、なかなかめんどくさい敵が出てきます。OK。今、倒しちゃいましょう。よし。はい。で、反対側にもいるんだよね。ここはね、1階から結構めんどくさいです。でも2階は楽勝だけどね。よし。発動しない。発動しない。まあ、そんなもんか。よっしゃ。はい。で、あとリープリーフでおしまいですね。危な。はい。では、1回クリアです。次行きましょう。報酬は何もいりません。んで、2回入ったら、さらに凶暴化を2まで上げましょう。発動すればね、ものすごくいいんだけども、そうそう発動してくれないんだ。よし、おー、来た！凶暴化。発動するとめちゃくちゃいいんだよね。よし、おー、いいね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 。いいよ。よし。こういう時に敵をどんどん出してくれ。はい、もう少し。終わり。後ろに逃げるのがめんどくさいよね、こいつは。3発目をうまいこと当てて倒しましょう。2回クリア。次、報酬いりません。んで、3回ですね。敵が多いです。で、クリーパーも湧きます。まあ、クリーパーぐらいかな。でもめんどくさいのは、うん、まあ、一応注意していきましょう。ナイス。凶暴化は嬉しい。攻撃速度大事だよね。よし。あ、クリーパー来るぞ。やべえ。よし、オッケー。HP 高いやつもめんどくさい。よし、オッケー。いいね、クリーパーもう一体いると思うんだけど、あれ、爆発に巻き込まれてやられた？ 2 体いるんですけどね。んで、あとはどこだ。あ、いたいた。やっぱりいるんかい。よし、終わり。3体クリアでーす。ここでパワーシェイカーを取っていってください。でね、スイッチがあるステージ、こことかスイッチがあるでしょ。このスイッチはまず押すようにしてください。あれをね、押さずにいると、ここだったらばエンダーマイトがずっと湧くのよ。で、別の場所だったらシルバーフィッシュとかが常に湧き出すので、まずはスイッチは押すようにしてください。で、押してから敵を倒していきましょうね。はい、4回クリアでーす。スイッチはまず押すということですね。で、ボーンクラブ、ようやく武器が変わりました。吸血1の火属性3入れてください。吸血はまずは1で大丈夫ですね。あとあと3にしていきます。まずは、火属性がいっぱい入ってると、戦いやすいので。まずは火属性です。よし。で、あとこっち側に2体、3体、2体か、湧いてるので、それを倒しましょう。はい。
で、あとは上の方を倒しておしまいですね。よし、終わり。5回クリア、何もいりません。雷の杖もね、いいかなと思うんですけども、今回はちょっと使わないかな。いや、使えるとは思うんですよ。使えるとは思うんだけども、ジャンプなレイスで使おうとしてもちょっとパワーがね、不足してるのよ。さすがに最初のね、パワー商人で、あれを上げるっていうのもちょっともったいないかなと思うんですよね。なのでまだちょっと試してませんけども、もしかすると使えるかもしれません。まあ、今回は、まあ、無難に倒していくっていう感じなので使いません。 OK で、ここまずはエンチャンターからですね。エンチャンターから倒してください。あいつがものすごい強化されてしまいますので、まずはエンチャンターですね。よっしゃ、よし。どこにいるのそれ。はい、6回クリアです。ここで傭兵のアーマーに変えていきましょう。別にエンチャントは良くないのよ。別に良くないんだけども、まあ防御力が増えるので HP が増えてね、なのであれを付け替えていかないとボスがきついです。なのでエンチャントは良くないけども変えていってください。よし、もう雑魚しかいないからね。よし、おしまいかな。7回クリア、次行きましょう。で、7回の報酬でこれ、氷の杖を取ってください。で、ここ、まず上の敵、特にこれクリーパー倒してから下に行きましょう。下からもね、クリーパー来るので挟まれるとちょっとね、嫌な感じになるんですよね。なので、あー固まった。まずは上を処理するといいと思います。ここはね、このジオマンサーが鬱陶しいのよ。あとは上を少し倒しておしまいです。よし、終わり。ここの報酬はいりません。で、商人ですね。あ、いやでも、そうね、雷の杖上げれるっちゃ上げれるか。でも90だもんね、上げても。ここボーンクラブ上げます。雷の杖が90ちょっとか、使えなくはないかもね。で、エンチャントですね。吸血さん、火属性さん、これで武器完成です。まあ途中で変えるんですけどね、途中で変更はするんだけども、とりあえず完成です。で、ここ、クリーパー多いです。注意してください。敵自体は少ないんだけども、クリーパーが結構湧いてくるので注意して戦いましょう。特にあの、このクモの巣ね、クモには要注意です。で、10回クリア、次に行きましょう。報酬何もいりません。で、11回ですね。ここで2回敵が湧くので、そいつらを倒した後に先に進みましょう。ここに来るんだよな。倒して、で、先に進んでいきます。意外と勝てな。よし、でも大したことない。よし、パワーシェイカーは強いね。まあ、今シーズンこれともう一個あるんで、まあ、そこは取っていきましょう。
で11回クリア。次がボスですね。ベングス取っていってください。これがあるとボス結構楽です。で、プレステ版は右側からです。スイッチ版知りません。伸びからですね。まずは伸びから。パワーシェイカーとベックスを出して、伸びを一気にいきます。で、シールドを破壊されたら、氷の杖とかを使って、攻めてください。で、エンダーマンは、ボーンクラブを使えば楽勝だと思います。よし。終わりー。報酬いりません。そのまま進んでください。ここめんどくさいですね。まずは上に行ってください。上、下からじゃなくて上から。エンチャンターがね、上にね3回出てくるかな。このエンチャンターがとにかく鬱陶しいので、まずそいつから、処理していってください。ジオマンサーもめんどくさい。ジオマンサーもめんどくさいんだけども、エンチャンされた時がとにかくうるさいのなので、おーっと危ねえ、危ない危ない。よし、まあまあうまいこと立ち回ってくださいね。ジオマンさんそこにいるっしょ。違った、下か。あ、いたいた。 OK で、もう一体いるね。はい、どこ行く。で、コマのベグスが行くと、よし、クリーパーを起爆してくれるのでお得です。うん、ベグスはかなり役に立つので絶対取った方がいいと思いますよ。で、ここヌスッドのアーマー取ります。うん、 HP が上がるので、いいと思いますし、雪玉、これが強いんだよね。雪玉を入れてください。で、タンブルビーも入れたいんだけども、まだ入れずにいいです。とりあえず雪玉だけ入れちゃってください。よっしゃ、 OK。 ここもね、クリーパーとか、あとよし、ネクロマンサーとかいるのでちょっと面倒くさいんですけども、 OK。 攻撃速度が上がってるので倒しやすくはなると思います。あと HP も上がってるんでね、耐久力が上がるっていうのはすごく重要。次いきましょう。で、コグクロスボウを取ってください。で、コグクロスボウにエンチャントを入れましょう。長弾とボーナスショットですね。これで OK です。まあボーナスショットじゃなくても、クリティカルでも大丈夫です。どっちかを入れてください。クリティカルの方がいいかな。いや、まあまあ、それは好みです。好み。クリティカルだったら結構敵をガシガシ倒していけますね。まあまあ、ボーナスショットでもかなり長弾して倒していけるんだけども、そこは好みで自分の好きなやつを入れてください。よし。OK。よし、まあまあ、言わずとも。エンチャンターは先に倒すようにしましょう。よし、はい、15回終了。次いきましょう。パワーシェイカーですね。パワーシェイカーをパワーアップさせてください。危な、落ちそうだった。で、ここも特に問題はないですね。あーと危ない。エンチャントを入れてください。長弾2ですね。40% になると、全然変わります、強さが。まあ、もちろん 60% になるともっと変わるんだよね。長弾はとにかく使えるので、雑魚処理に持ってこいです。よし、でもね、コフの強さはね、パワーでものすごい分かる。よし、で、このでかいビグリンがとにかく攻撃力高いんですよ。なのでデカピグリンには注意してください。あまり近づかないようにとか、パワーシェイカーで戦うとか、そういう風にするといいと思います。ここ何もいりません。で、商人ですね。
商人、ここ武器を上げたいところなんですけども、防具を上げます。防具。で、タンブルビーを1入れることができるんだけども、まあそこは好みです。うん。あ、まあまあ。まずはポップクロスボウを長弾入れずにタンブルビーを2入れとくっていうのもいいけどね。はい。ブーストのアーマーを、上げてください。そうしないとちょっと耐久力がね、きつくなるのよ。何がついた？あんまり意味ない。あんまり意味なかった。あそこでね、クールダウンとか、そういうのがついてくれれば、大当たり。まあ、そうつかないけどね。ポーションバリア、クールダウン来たら、マジで最高なんですけども、まあ、そんなに出ることはないです。あまり期待せずに行きましょうね。OK。もう、コブクロスボウが、役に立ちます。攻撃をまあまあまあ受けたとしても、よし。HP が上がってるのでそれなりに耐えることができますね。よし、下はもういないかな。大丈夫ね。よっしゃ。意外とねいっぱい出るのよね。でもこれでおしまいです。18回クリア。で、ここで、虚無の矢筒を取ってください。氷の杖と交換ですね。で、ここ謎解きして、とりあえず上に行きます。 OK。 ようやくだった。これなかなか謎解けないってめんどくさいですね。よし、終わりかな。はい、19回クリアです。次に行きます。報酬は何もいりません。で、エンチャントで長弾3にしてください。ボーナスショットは、別にいりません。うん、このボーナスショットのいいところは、この長弾と合わせて虚無の矢筒がものすごい広範囲に当たるっていうところだね。矢筒のヒット数がものすごい増えます。ナイス。お、いい場所にいるね。落ちてくれる、落ちてくれる。危ない、俺が落ちそうだった。よし。で、あとはこいつで終わりかな。いや、まだいる。お手伝いがいた。え、まだいるの？どこ？いた？いましたか。おお、まあいいや。とりあえず、20回これでクリアです。ここで武器をね変えます。ちょっと火力が足りないのでボスが倒しにくいので、虚無剣です。これもう好き好きあるのよ。虚無剣は好き好き、俺あんま好きじゃないですけど、まあとにかくこれで、いきます。吸血入れてください。とあと弱体化とクリティカルですね。とりあえずこれで OK です。で、出てきましたら、まずパワーシェイカーでガシガシいってください。そっちか、そっちだった。あぶねえ。んで、よし、クリーパーには要注意ですね。いるんかい、まだ。よしよしよし。まあ、ヌスットだからね、まだ使いやすいっていうところはありますよね。よし、あぶねえ。ヌスットで攻撃速度が上がってるんで、ちょっとはマシなんだよね。これが、普通に使うと、やっぱりね、ちょっと使いにくいと俺は思うんだよね。よし、もうちょい。残念ながらパワーシェイカーがない。これは残念。よし、 OK。 どこ、どこいる。ああ、そっちか。嫌な場所におるな。壁を背にされるとちょっと嫌なんですよね。
ッケー。おー、なんかハマってる。あ、ハマってたわ今の。ハマってると言っていいのかどうか。よし、オッケー。もうちょっとここで倒したい。あー、危ねえ危ねえやられるとこだったわ。よし、あぶなはい、21回クリアです。もう虚無剣の扱いはね、ちょっと難しいですけども、まあ一応早く倒せるので使ってみてください。報酬いりません。そのまんま行ってくださいね。はい、でここもちょっと倒しにくいので、トップクロス棒を、多めに使っていくといいかもしれません。で次に乗ろうかな。よし、で下のね、こっち側、今行こうとしてるとこが敵が多いです。まずね、虚無の矢筒をバシバシ打ち込んで全体を虚無化してやると、まあまあちょっとは倒しやすいので、オッケー、いけー。ちょっと待って、ベルスなんか少なくない？おお、なんかあまり出なかった気がする。よし、倒したね。あぶねえ、いつもラストだった。終わり、22回クリア。ここは何もいりません。で23回ですね。ここね、敵ね結構火力高いなので、一応注意してくださいね。でベックスがあればクリーパーはある程度処理してくれます、でもある程度なんですよ。一応残ることもあるので注意していきましょう。よっしゃ、オッケー。でこっち側に行って、あと上ですね。よし、あー、なんか挟まってた。もうちょっとで、まあ、意外とこう敵多いんだよね。まあ、ラビジャーとかがね出なかった分まだマシですけども、まあ、敵は多めです。23回クリア。ここでアップドラフトを取っていきましょう。虚無の矢筒と変えて OK です。もう虚無の矢筒よりもアップドラフトがいいですし、ベッグスと変えてもいいんだけども、ベッグスはね、タンク役として結構動いてくれていい感じです。で、ここユニーク職人で、ムスッと上げてください。スパイダーに変わります。このスパイダーがいいんだ。スパイダーが強いんですよ。はい、では行きましょう。このスパイダーになるともう安心ですね。耐久力も抜群ですし、攻撃性能もあって使いやすい。まあ、ただただこの虚無剣の扱いが俺はちょっと苦手っていうこと。でここ、これタワーガードいるので、こいつは注意ですね。よっしゃー、いけ。ベルスがうまいことクリーパーを処理してくれる。よし、いいね。で終わりかな。あー、いや、奥の方にいる。矢が今回あんま出てきてくんないですね。出てくるときはもっと出てくるんだけども、今回ちょっと少なめっぽいです。コグクロスもパワーアップしてください。もう火力が少なくなっているので、で、長弾と、火属性ですねと虚無入れてください。まあまあ多めに入れてもいいんですけども、1日で十分だと思います。
ていきましょう。まあ、特に注意することもないかな。うん、スタッフの書がいい感じに当たりますね。敵が多いところであれ使うと楽しいぐらい、おしゃおしゃ気持ちいいぐらい当たってくれます。よっしゃー。あ、ちょっとね、俺アップだったら使った気だったけど、よし、では行きましょう。あー、変なとこ行ったやつ。あんやろ。よし、おい、ちょっと、はい、行きまーす。落とされちゃった。で、こっちもサクッと倒しちゃってくださいね。26回クリアです。何もいりません。そのまんま進んでください。で、ここがね、クリーパーがこっそり出てきたりするんですよ。クリーパー注意してください。まあ、ベックス入れてれば、まあ、そこそこ安全にはなるんですけど、まあ、一応この隠れて近づいてくるクリーパー、ちょっといやらしいやつがいるんで、そこには注意してください。よし、アップドラフト。で、これで、あ、上にまだいる。おしまいですね。ちょっと待って、攻撃当たらん。リーチが短いのが嫌いなんだ、これ。はい、では次ボスですね。弱体化のドラを入れてください。ベグスと変えて OK です。で、別に、いらないんだけども、エンチャント多めに入れていってもいいです。俺はいらんかな。タングルビーだけ入れた方かな。で、ここ、出てきた瞬間にドラを使って一気に攻めるといいですね。より28回クリアです。やっぱりね、ちょっと時間がかかる。うん、20分ちょっとでクリアできればいいんですけども、まあいいところ27分ぐらいじゃないですか。邪悪なレースがめんどくさい。報酬見ます。どうだ。全部ノーマル、いりません。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。